はいどうも皆さんこんにちは、連中無休の配下金クラクラチャンネルのケースケです。ポッポーということで、お待たせいたしました。今日もですね、大工の拠点配下金動画をお送りしていきます。まあね、数ヶ月前ビルダーホール7リリースされて、毎日配下金動画ね、更新してたらね、好評だったのでね、ビルダーホール8でもやっているんですけども、さあ今日はですね、何を配下金していくかと言いますと、やっぱりね、ビルダーホール7から登場する高架線、これね、ビルダーホール8でもまあマジで強いんですよ。なのでね、今回はですね、こちらの高架線、果たしてですね、配下金でレベルマックスにしたらどれぐらい強くなるのか、こちらね、気になっている人結構いると思います。そうですよね、高架線加工ってほんと人気の戦術なので、なので今回はですね、こちらの高架線、配下金してレベルマックスして攻めてみたいなと思います。ということでやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあね、早速配下金やっていきましょう。さあ、効果戦ですね、レベル15に上げますと、なんとヒットポイント234上がるんですね。これどれぐらい上がるんだろう。そこまでめちゃくちゃ上がってるっていうイメージはないんですけども、まだ痛い、今までも百何十いくつとか、それぐらいずつ上がっているので、まあね、若干 HP が強化されるといった形になります。はい、なのでね、早速なんですけども、皆さんね、ぜひとも、最初から最後まで見ていってね、グッドボタンやコメントの方お願いいたします。さあ、行きましょう。エリクサー満杯するんで、満杯にするんですが、2132エメもかかるんですよ。皆さん、2132エメあったら何します？これだけあったら、2000円以上使っていくんですけども、皆さん何やります？ちょっとしたいいパンツ買えますよね。もうね、最近自分ほんとパンツ溶けまくりなのでね、ちょっとね、早くね、そろそろパンツね、大量に仕入れないとね、いけないんですけども。さあ、行きましょう。1749エメを使っていきまして、さあ、ありがとう !1749 エメ。ありがとう、ほんと。君は、1749エメは僕のパンツの中で永遠に生き続ける。さあ、続いて、レベル16にしていきましょう。レベル16にいたしますと、なんと、スケルトンの出撃速度が 15% アップするということなので、これどういうことなんでしょうかね。スケルトンを生成するのが早くなるといった感じじゃないでしょうか。さあ、ではね、これもですね、買っていきますよ。いくら ?2580。俺、この短期間で、やべえな。ほんと、感覚、麻痺してる。なんかもう俺、そういう、なんか構成するプログラムとか受けないと、ほんと破損するんじゃないかなって思うんですけども。さあ、行きましょう。1749エメを支払って、効果線レベル16にしていきます。よっしゃー。はい。ということで、この短時間の間にですね、8000エメかな ?7000 エメぐらい使っていったんですけども、早速ですね、効果線レベルマックスになりましたので、ちょっとね、効果線なしやっていきましょう。レディーゴー。じゃあ、ここ行ってみましょう。どうやって攻めるのが正しいんだろう。わかんねえな。とりあえずね、面で出すよりかは固めて出して、で、スケルトンたくさん生成させて、で、その破壊力で、どんどんやってった方がいいと思うぞ。で、ただね、範囲攻撃が嫌なんで、うわ、ここが、ちょっと、対空爆弾マックスやん。バーナーも乾燥してない。やばい。あ、俺と同じ、配下金者だ。どうしよう。とりあえず、じゃあ、1点出し1回やってみましょう。ちょっと動画的に1点出しちょっとやってみたいんで。はい、1点出し。カンスト効果戦。1点出し行きましょう。面で出すとね、スケルトンがね、やっぱりまとまんないんで、こう、進行も遅いんですよね。こう、あれですね、効果戦自体はやっぱり、生成したスケルトンたちでダメージを与えていくんで、あ、ダメだ。ダメだ、迫撃砲に弱い。そうだ、迫撃砲にも注意しなきゃいけないし、バーナーや対空爆弾にも注意しなきゃいけないんで、ちょっと無理ゲーじゃね？どう？まだこの段階で 3% しか、3%、5%。やっと 5%。やっと 5%。で、どう？全然進まない。ダメだ、1点出しダメだ。で、止まってる間にどんどんね、メガテスラで焼かれるし。いや、きつい。渋いな、これ。いや、待て。ちょっとたくさん、そう、スケルトンバーストの落下ダメージとかで、オッケー、メガテスラ壊した。メガテスラ壊して。いけ、頼む。オッケー、ビルダーホール落とした。で、ビルダーホールは落としたんで、あ、こっちいい感じにちょっと、効果線たちが、それでね、これでパーセンテージ稼ぎ、やっていきましょう。で、あとはそうだな。こっち方向、どう？二連砲とか、あとはね、バトルマシンでパーセンテージ稼ぎも狙おう。そしたら、ビルダーホールは落としたんで、バトルマシンで、
脳裏解放してて、なるべく火力の薄いところ落としていって、でパーセンテージ稼ぎます。でそしてアーチャータワーに対しては、アーチャータワー削ればもうちょいパーセンテージ伸びると、いけそうですね。 37% までいった。よし、星2を取ろう。初っ端から、あ、ちょっとバトルマシーンそこ殴るのか。こっち歩けよ。ちょっと外周回したかったのに。いや、ダメだ。効果線全部落ちた。で、ただ40%まで乗ってる。壁が硬い。硬い、カチコチや。カチコチや。ただ、カート落ちた。くそ、惜しい。ビルダーホールまで落としたんだけど。さあ、どう勝てた？どう？まあ、負けますよね、そりゃ。はい。それではね、ここ行ってみましょう。そうだな。今回は対空施設がビルダーホール側に、こう偏ってるんで、こっちから高架線に行けば、でもクラッシャーでスケルトンたちやられるのか。ね、難しいんですが、これももう、よし、考えるな、感じろ、一点出し。で、ひょっとしたらワンチャンね、あるかもしれないじゃないですか。で、そういうね、可能性、やっぱり、可能性、いや、骨なりはえぐい。骨なりはえぐい。高架線って、1体につき、スケルトン9体まで生成するんですよ。なので、今、これ、12体いるんで、108体まで生成できますね。ただ、範囲攻撃、どんどんやられる。もう、スケルトンバーストで、効果線が落ちた時のダメージで壊していくしかない。いや、でもね、効果線落ちた時に、さらに、12体だっけな、スケルトン生成するんで、なので、1体につき、瞬間最大、風速じゃない、瞬間最大で、スケルトン21体まで生成できるんですよ。なので、その骨の量と、あと、効果線のスケルトンバーストのダメージで、これどんどん壊していけばありますよ。で、ちょっとクラッシャーの方に落としてほしいですよね。クラッシャーの方、いけ。オッケー、アーチャーだ。削るの遅い。待って。削るの遅くない。まだ 22% しか削れてないし。もう、これ何もうずっとここで止まってんじゃん、君たち。バーナーの範囲攻撃どんどんやられるし。そう、さあ、オッケー。クラッシャー壊した。ダメだ。メガテスラ壊してほしいな。頼む。いいよ。こっちでパーセンテージ稼いでくれる。君有能ですね。で、いや、待って。むずくね。じゃあもう、ワンチャン 50% 狙って、パーセンテージ稼ぎに行きましょう。星1。星1狙っていこう。で、OK。よし。優秀。で、スケルトンたち、これ、パーセンテージ稼いだじゃん。弊社も壊してくれると嬉しい。オッケー、48%、あと1つずつ1個壊せば。星1取れる。星1。待って、ノリカはまだ一旦2連砲に当たるんで、ここである程度ダメージ受けたところで回復していって、で、そうですね、バトルマシンって時間が来たら何でもかんでもノリ解放すればいいっていうわけじゃないぞ。で、これで星2の 53% で壁は破れないですね。これ多分無理。多分もう死ぬ。いや、一旦。はい、もう我慢できない。いけ。いやー、落ちた、くそ。いや、ただ、星1は取れましたよ。星1で 53%。さあ、相手星1の。くぅー。パーセンテージで負けた。はい。じゃあね、だいぶしんどいんですが、続いていきましょう。終わらなくない？正直さ。俺終わんないと思うんだよね、今日。マジで、ちょっと面で、もう面で出そう。ちょっと考えるのもめんどくさくなってきたんで。面で一旦出していって、で、どうしようかな。対空爆弾、バナ、壊すの遅えな。スケルトンの量が少ないから、壊すの遅えよ。いっぱい、よし。で、スケルトンたちが結構外周回ってきているんで、ここら辺にポンポンと出していって。で、せめて重砲クラッシャーあたりはね、これね、壊してほしいんですけど、効果線、あれなんだよな、クラッシャーのあたり止まるんだよな。もう、運ではクラッシャーで潰され、運ではクラッシャーで潰されの繰り返しで、無限ループになるんですよね。なので、ほんと、もうスケルトンバーストとかで壊していくしかないんですよ。あ、でも今回、結構パーセンテージ稼いでる。いいよ。面で出したからや。で、よし、オッケー。で、さらに、重砲も壊してくれるとありがたい。重砲は発射速度遅いんで、オッケー、行った。で、ロケット花火。で、クラッシャーを追ってくれると、ここから壁を叩いていって、オッケー、50%いった。え、待って、ワンチャンある。バトルマシンだ。オッケー、壁殴る。待って、星に取れる。いける。ただ、メガテスラが残ってる。やばい、怖い。待って。クラッシャーの HP、わずかだったんで、ミニに残ってきたんで、能力使わなくても壊せると思うんですよ。で、大量のダメージを食らった後に能力使っていこう。オッケー、
で、ここで能力解放。能力解放。行け、星に行ける。行ける。行ける。行った行った行った。行った、よっしゃ、よっしゃ、よし。よし。で、バーナーも越せ。メガテスラのレベル低いから、まだバーナーとかも行ける。伸びる伸びる。能力解放。よし。で、警備所壊して。60杯行った行った、オッケー。そしたら終わる。終わるよ。頼む。頼む。はい。まだまだ諦めません、私、ケイスケ。やっていきましょう。さあ、今回のお相手さんは、なるほど。結構メガテ、ロケット花火結構育ってきてる人だな。ほんとね、もう、かれこれ2時間ぐらいやってますからね。生放送かよっていうぐらい。一人でね、ずっとパソコンに向かって喋り続けてますからね。ほんと。トラも超溶けてますから、今。マジで。で、これ、どうしようかな。これ、パーセンテージ稼ぎ用の、ちょっと、効果線も入れていきましょう。パーセンテージ稼ぎ用の効果線ってなんだよ。パーセンテージ稼ぎ用の効果線って初めて言ったわ、その単語。いや、でも、オッケーオッケー。で、しっかりとクラッシャーをね、やっぱね、スケルトンバーストの威力で削っていきたいですね。どう？いける？削んないな、クラッシャーを削んない。ガゴ入れてーよ。ガゴ入れてーよ、これ、本当に。ちょっと待って、これ、金庫も全然壊してないしさ。一旦もうバーナに当てていって、頼む、スケルトンバーストでビルダーホール。こう、範囲で、範囲でいこう。それでは、よし。よし、バーナーも壊せ。バーナーも壊した。オッケー、天敵は壊した。スケルトンの天敵。で、そしてこの、よし、よし、いけるいけるいける。頼む、スケルトン頑張れ、たー飛ばされた。待って待って待って、44%。あ、でもこっち、パーセンテージ稼ぎ用の効果戦たちが頑張ってる。で、二連砲とかもね、壊したら美味しい。オッケー、美味しい。じゃあね。パーセンテージいこう。頼む。勝ちたい。トロがもう500ぐらい溶けてる。そんな、私、ケイスケ。頑張っていきましょう。よし。星1取った。星1個取ったんで、こっからさらに、パーセンテージを稼いでいきましょう。まだまだ施設レベル低いですね。乗り解放。で、テスラも壊す。よいしょ。で、クラッシャーは、どうだ ?25 のクラッシャー VS。これはレベル6か？レベル7か？うわー！よし。まだ、わかんない。相手が事故ってる可能性ある。どうぞ。やっと勝てた。やっとだ。やっと終われる。